今回は特定技能人材として外食の仕事を始めて3ヶ月経ったミャンマーの方にインタビューしていきたいなと思います。お願いします。はい、お願いします。お客様から注文を受けたり、食事を準備したり、談話対応したりしています。また売上の管理などもやっています。初めて7日目で予約の電話の対応をしました。聞き取れないことがあったらもう一度電話しますと言って、ちゃんと聞き取れるように意識をしています。電話での話し方を自分で勉強したり、事件があったら店長に聞いてもらってできるようにしています。今では自分から電話に出ています。はい、3つあります。1つ目は笑顔でちゃんと接客をすること。2つ目はクレーム対応の時ちゃんとお客様のことを聞き出すこと。3つ目は自分が分からない時は分かる人に確認すること。この3つ目のことを意識してお客様とコミュニケーションをとっています。アルバイトの方に接客の仕方や礼儀業務などを指導しています。例えばお金を渡すとききちんと数えることや注文の取り方などを教えています。はい、向いていると思います。ミャンマーの人は本当に一生懸命な人が多いんです。頑張る気持ちや学ぶ気持ちを持っている人が多いです。なのでコミュニケーションの仕方や業務などのやり方をしっかり教えてくだされば、もともと明るい人が多いので外食業に向いていると思います。ありがとうございます。